じゃん。どうも、光マンです。今回は Uber Eats 観察キット30件目。 Uber Eats から謎のメッセージ。はい、ということでこちら、ピックアップ後の配達先住所の変更にご注意くださいということで、注文者が注文後に配達先住所を変更する場合があります。この場合は変更された新しい住所へ配達するための追加料金が支払われます。配達先住所が変更されるとアプリ内通知が届きます。ご利用方法、レストランから注文商品をピックアップした後に配達先の住所が新しく変更されるとプッシュ通知またはポップアップが表示されます。ナビゲーションでは新しい配達先住所への推奨ルートが自動的に更新されます。この住所変更を承諾する必要はありません。どっちっていうことですよね。だから、まずお客さんが配達先を、もともと設定してた配達先を、配達員が商品受け取って配達スタートってした後でも、変更できるようになったんですかね。で、お客さんが変更した場合は、ちゃんとそのルートに変更されると。で、届けた場合でもその分の配達料が支払われる。ですけど、従わなくてもいいですよ。どっちっていうことですよね。だから別に行ってもいいけど行かなくてもいいよってことなんですかね。ちょっと伝え方がね、なんかこの文でいろいろな情報がありすぎてわからないですよね。まあ Uber 俺やってないんで関係ないんですけどね。アジア系配達員刺される、ヘイトクライムか。はい、ということでこちらテレ朝ニュース、まずはこの映像をご覧ください。はい、なんかよくわかんないですけど、多分この青い人が配達員なのかな。でもバッグとか全く持ってないけどね。緑色の人が刺したと。で、青い人はアジア人だからアジア人を狙ったヘイトクライムなのかみたいな言ってますけど、なんだろうね、まあこのコロナで、コロナを広めたのがこう中国なんで、そのアジア人全般が、あ、お前らがアジア人が広めたんだろうみたいな言われてるみたいなね、報道。まあ、これがもうその報道なんですけど、そういう報道されてるじゃないですか。騙されないでください。いろいろありますから。アジア人が白人にやったり、アジア人が黒人にやったり、黒人が白人にやったり、黒人がアジア人にやったり、白人がアジア人にやったりも、いろいろあるんですよ。ただこれ一つのたまたまそうだったものを、人種をわざわざ報道する、しかもそれをヘイトクライムってつけることによって、ああこれアジア人やっぱりなんかやられてんだ世界的にはみたいな思わされてます。あのね、日本のテレビとか報道の、新聞とかそういうなんかメディアの洗脳から解かれましょう。マジでこれね、テレビとかマジでねやばいんですよ。反対意見全く出ないでしょ。なんか流れ的にテレビ内でワクチン危ないんじゃないかみたいな、あの副反応がやばいって報道すれば視聴率取れるから、その一時期は危ないみたいな報道してるじゃないか。その時には安全だよっていうのは絶対出ないんですよ。だからもう絶対反対側の意見は出ないんですよね。しかもそのコメンテーターのコメントを自分の考えみたいにみんな思っちゃってませんか。そう思わされてるんですよ。自分で考えないでも、コメンテーターなんて一番いらない職業ですから、元のニュースだけを流す、そういうのが本当ニュースなんで、そこにコメンテーターのなんか変な意思が生まれちゃって、だから例えば、この件なんて別にアジア人なんて関係ないから、そこに住んでるのはアメリカ人じゃないですか。アメリカ人がアメリカ人を刺した。それだけなんですよ。コメンテーターとかそういうなんか肉付けをわざわざなんかこうして、そう思わせるためにやってますからね。で、コメンテーターもそう視聴者に思わせたいよう、こう思わせたいようなコメントして、あ、このニュースではこう思えばいいんだってこう誘導されてますから。だから本当に自分で考える力を持ってください。いくらでもいるんで、こんなの。アメリカ人がアメリカ人、半プラじゃねえか、これ、おい。半プラ配達員。いや、これ、アジア人とか関係ねえ、これ、半プラだったからだろ、これ。っていうのもダメですからね。そういう風に徐々に徐々にこう洗脳されていく、ウーバーもよくやられてましたよね。なんか、職業、ウーバー配達員とか、つけられてた時期ありますよね。それもわざわざ書く必要ないじゃないですか。でも、書くことによって視聴率が取れると。ただ、それだけのためにやってますから。
だからそういうのが多くても今ウーバー配達員イコールやばいやつらみたいななってますけど、そういう洗脳操作どん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 させられて、本当に日本人って扱いやすい、テレビでこう言っとけばみんな信じちゃう、フリーランスの労災保険認める。はい、ということでフリーランスの労災保険自己負担での特別加入認めるということで、仕事で怪我をしたり病気になった時に治療の費用などが給付される労災保険について、厚生労働省は料理などを自転車で届けるフリーランスの配達員などについて自ら保険料を負担することで特別加入を認めることを決めました。労災保険は企業に雇用されている労働者が仕事で怪我をしたり病気になったりした時に、治療費や休業保障などが給付される制度で、企業が保険料を負担しています。一方フリーランスとして働く人は年々増えていますが、企業と雇用契約を結ばないため労災保険の対象ではなく、仕事で怪我をした時などの収入が保障されないとして待遇の改善を求める声が出ています。このため厚生労働省の、審議会はフリーランスについては業種ごとに働く人が自ら保険料を負担することで特別加入を認めるかどうかを検討を始めます。で、業界団体によると、新たに対象になる自転車配達員はおよそ9万人、IT 業界で仕事をする人は17万人、フリーランスの配達員をめぐっては、労働組合などから企業が保険料を負担すべきだという意見が出ていると。バイトとか会社員は全部これ、労災とか企業が入りますからね。まあでもその分、給料から引かれてんのかな。だから、Uber Eats も全配達員が、Uber 側がその、労災保険入れますってやったら、多分、天引きみたいな感じになるんですかね。それか、その分、単価が下がるとか、配達料金下がるとか、なるんですかね。オーストラリアとか、ヨーロッパとかの一部では、配達距離とか、その1ヶ月の配達件数とかに応じて割合が決まるらしいんで、そういう風に臨機応変に、やってくれればいいんですけどね。だから、そういう風にやってる地域があるんだから、できるはずなんですよ。なのに、そのアジアとか、その日本とかね、アジアのウーバーイーツ加盟してる国とかは、一切それやられてないんですよ。完全にアジア、舐められてます。どう変わるんでしょうか。でもね、どんどん変わっていってますからね、いいことだと思います。排気タイマー、短縮化。はい、ということで、こちら。帰ってきたシメコは休業中さん。排気タイマーって7分になったんだね。ということで、このコメント欄を見ると、昨日使ったら10分でした。やった、あ、10分でした、みたいな。結局10分でしたっていうのが結構多いんですけど、でも、待って、みんな7分になってないの？最近、毎回7分だから確信持ってたんだけど、っていうことで、まあ、1回バグで7分になったっていうよりは、もう何回やっても7分だと。だから多分またね、AB テストされてるんでしょうね。だから多分ね、これね、7分超えたら、多分ほぼ廃棄になってるっていうデータが出たんでしょうね。だからもう10分待つのと7分待つのほぼ廃棄の割合一緒だから、じゃあもう7分でいいじゃん。まあそうすれば配達にも時間短縮になって、次の配達どんどん行けて、もうどんどん回るから、みたいな。でもそういうテストをしてるんでしょうね。だからこれがね、うまくいけば多分7分に なるんだと思いますよ。Uber Eats 売上ランキング。6月20日、Uber Eats 売上ランキング第1位は、4万132円、 Uber の HK さん。素晴らしい。やっぱ4万いくんだね。2021年1月から Uber Eats の記録、配達はレンタル自転車30分に1回返却する、あの赤いチャリです。赤チャリで、いや、いるんですよ、赤チャリの神、赤チャリ神いるんですよ。赤チャリ極めし者、あの赤チャリにどんだけスピード出してんねんっていうね、脚力の持ち主、本当にね、何でもできます。ママチャリでもね、4万行こうと思えばできますから。その人次第、頑張り次第、諦めない気持ち、勇気、希望、努力、精神、努力、ジャンプ。ということで、15時間半で57件、4万132円と。で、またぎを抜いた額は31,862円ですね。で、またぎの料金が8,000円ぐらいだったかな。続いて、件数ランキング。同じく、Uber の HK さん。プラス同点で、丸三流さんですね。57件。57件か。
って言ったらさ、1週間前の75件がどれだけ化け物だったか、あれ多分 Uber 市場多分1位ですよ。はい、続いて先週の週間売上ランキング第1位、25万50円ミスターさん、すごい。都内ウーバーイーツ配達員やってるんです。ピンクナンバー現金オンでやってますと。25万、すごいな。やっぱ才能だよね、これだけできるっていう。多分ね、ウーバーで週25万とか20万以上稼げる人って、どの職業をついてもできる人なんですよ。だからウーバーは誰でもできるみたいな、よく言われてるじゃないですか。もちろんね、別にただ1、2件やるだけだったら誰でもできます。ただ、週20万とかだったら、アスリートとかも全員導入したとしても、ほんの一人握りしかいかないと思います。で、本当にそれだけすごいこと。で、それをやれるって、どの職業行っても、工夫して、その人ができないところまで工夫して、時間短縮して、あ、こここうした方がいいなって、どん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 こう、効率化していってやってるわけですから、どんな職業でもそれは通用すると思います。だからね、本当に、何もやったことない人しか、Uber は誰でもやれるみたいな、言えないんですよ。で、内訳ですね。95時間48分、386件、25万。チップ4000円、プロモーション2万4000円。だってこれ、チップとプロモーション引いたとしても、時給2000円超えてるからね。やっぱ別にさ、300円均一になったとかさ、3COINSになったとか言ってもさ、ちゃんとこう、選んで、こう、効率的にやれば、いけるんだね。そして歴代週間売上ランキングも更新されたということで、1位が27万だったんですね。港の健さん。で、2位にこのミスターさんがドーンといったと。25万と。いやー、でもなんか週で100万の人いましたよね。だからネットニュースとかになってた。ケロマスと対談とかね、してたと思うんですけど。その人もだからその人レベルってことですよね。週25、25、25。で、100万ですから。すげえよな。俺の生活レベルだったら、その、なんか週100万稼ぐ月を2回やれば、2回もいらない。1回やれば、1年適当に過ごせますから。やばいでしょ。はい、ということで、ウバイツ観察キット、2夜30件目、配達完了。